はい、市原市立千草中学校2年の組の皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでパーシャ。このゲームやってきます。大根を、登る、女子高生だったっけな、確かゲーム名間違ってた、ごめんなさい。どうやってプレイするのかも一切わかりません。ただ、ゲーム名があまりにも意味不明すぎたんでやってみたくなりました。ということで早速プレイしていきたいと思います。何をすればいいんだろう。開始。あ、タップすると登るんだね。これ登ってったらいいじゃん。ただ、あ、うん、なるほど。なんかが出てきた。毛みたいなのが出てきた。それにぶつかっちゃいけないのかな。意味がわからないけど、まだじゃあどうやって避けんの、それは。避け方教えていただきたい。タップで。どうすんの。あ、こう出てくる瞬間を見計らってこう行くと。なるほど。はいはいはい。OK! 登場成功。1本目9秒で、クリア。なるほどね。毛をかわせばいいんだね。うん。毛をかわしていけばいい。毛は、避けるべき。うん。はい、では2本目いきましょうか。これ全部何本あんだ。めちゃめちゃ大根ありますけれども、めちゃめちゃ大根ありますけれども、黒い大根がある。黒い大根が先にあるよ。めちゃ、まあ、めちゃ赤いオレンジの大根もある。めちゃめちゃ大根あるじゃん。紫の大根、いや、なんか灰色い大根なら灰色の大根、そして金の大根、金の大根まで行ってみたいけど、ちょっと今日中に行けるかどうか非常に不安になってきた。じゃあもう行くか。とにかくバンバン大根登っていこう。ちょ、はい、戻りで、戻るのめちゃくちゃ時間かかる。戻るのめちゃくちゃ時間かかる。めちゃめちゃ大根ある。2本目行くわ。2本目行きましょう。スタート。もうとりあえずガンガン登っていくわ。で、こう毛あったらこうやって一旦待つんだよね。一旦待って、ここで行く。はいはい。でもこれ行ける。行ける行ける。オッケーオッケーオッケー。はい、登りきる。2本目の登場成功。テンポよく行きましょう。3本目行こう。次。3本目、スタート。はい、行こう。ガンガン行く。どんどん行く、どんどん行く。さあ、こう出てくるでしょ。出てくる。はい、出てくるから、行って。さあ、リベンジ行くよ。もう一回行くよ。もう一回行くよ。もう一回行くよ。さっきはここ行けて、ここは行けたんだよね。ここ行けて、ここですぐ出てきたけど、ここ行っちゃう。なんだ、この酔っ払いだ。ニュルニュルしだした。ニュルニュルしだした。なんか、ニュルニュルしだしたけど、関係ないようだ。はい、3本目の登場成功、次。さあ、4本目行く。テンポよく行く。もうこれせっかくなら、ちょっと黒い大根までこれクリアしたらスキップしようか。さあ4本目スタート。さあこれ登り切ったら4本目で1回スキップする。なんだ、見えない見えない見えない。めちゃめちゃうざい、めちゃめちゃうざいギミックありますね。小鳥が飛んできた。次これも難なくクリア。さあ4本目も難なくクリア。じゃあ5本目、何本目くらい、待って、これ5ね。56789101234567891234567891501234567895050個目までもいけねえよ。そんな大根どんだけやんなきゃ、50個もやんなきゃいけないよ。そんなもうか無理じゃん。そんな5本目スタート。でこれなんか傾いたよ。今度は傾いたけど、まあ別に大して変わってはいない。登ればいいだけの話に変わりはない。それちょっと長くなってんだよね。あれ左にゴールが見えるね、ちゃんとゴールが。はいはいはい、オッケー。5本目ならクリアっしゃ。はい、6本目スタート。でもこの女子高生が大根を登るってなんでこの発想に至ったのかまず知りたいよね。さあこれやると視界が狭くなりましたね。待って、視界が狭くなりました。サングラスかけて、しかも音も若干こもってる。こういうギミックがあると意外と飽きないね。うん、意外と何が待ち構えてんだろうっていう楽しみあるが、6本目7クリア。あ、次。さあ7本目いこうか。7本目、今度は何が待ってる。今度はどういった君バカ連続的に出てくる。さあに、なんでちょっと遅くなったのペースが。これ何、待って、めちゃめちゃ遅い。いける、急げ、行け、急げ、よし、登り切った。で、ここも行きたい、行け、よし、よし、登頂成功、18秒393、このタイム競う人いるのかな。さあ、7本目クリア。
うん、8本目いきましょうか。大根を登るってなんかどういう本当発想切る、なぜここにたどり着いたのか。さあここはいけるか。あ、いけた。ここもいける。いけ、いそ、なんで急に減速すんの。なえ、これはえぐくないか。ここはえぐい。よし、登りきった。バカ連続的に生えてくる毛があった。おもろい。これも各ステージに新しいギミックがあるのは非常にありだ。次へ行こう。え、待って、でも最後の方とかマジやばそうだな。マジやばそう。さあ9本目。まだ9本目なんだよね。まだ9本目なんで、これ最後まで 見終わった人はすごいメンタルの持ち主だよ。なんか汗かくのは何なの。なんでこう慌てるんだろう。さあ行ける。急げ。よし、でかい。うわっ。さあどこで行く。ちょっと一回これ様子見る。一回様子見る。一回様子見て、ここで行く。ここで行く。よしよしよし。なんか赤いボタンがあるぞ。怪しげな赤いボタンがある。押したらどうなるって。これも友達とタイムとか競い合うのもありかもね。普通に遊び方としては友達とタイムを競う遊び方をしても、え、全然ありな気がする。さあここも超えて、ここもすぐ超える。さあ俺連打には定評が、連打には自信があるからね。よし、通り切った。 OK。 はい、 OK でーす。 OK でーす。9本目をクリアした。さあ10本目、全部200本ぐらいあるのかな。10本目いきます。さあ10本目2桁到着しました。2桁。さあ待って、なんか来てなかった今。なんか来てる、下から。何が来てるの。ゴリラが来てる。ゴリラが来てる。焦る、マジで。下からゴリラが来てんだけど、これはすぐ逃げないとな。めっちゃ急いで逃げる。めっちゃ急いでいく。めっちゃ急いでいく。超連打で超急いでいく。こういっちゃうけど、さあどんどん、もうゴリラをもう寄せつける速さで、寄せつける速さで。待って、ここにもある。急げ。よし、はい、寄せつける速さ。ゴリラから逃げ切っていく。はい、20本目までいきました。20本目。やめっちゃ長くね。過去の大根と比較してもめちゃくちゃ長い大根だ。これは長さが全然違う。20本目いきたいと思います。さあ20本目の大根、何が待ってるのか。さあいきます、スタート。最初はまず何もないな。さあ、あ、ゴリラ来たね。やっぱり待って、ゴリラがかなり速い、かなり速いゴリラ、かなり速いゴリラがここに来た。ここに来てかなり速いゴリラが、かなり打開気味のゴリラが、うん、多分マキシマムキノコ使いながら、うん、下から来てるね。これ完全に、ちょっと待って、このゴリラかなり速い。このゴリラかなり気持ち悪い。冷静にいかないで、やばい、これつかむ、やばい、マジで危ない。うわっ、焦る、ほんとに。さあ行くぜ。もう絶対捕まない。今度は絶対に捕まらない。今度は捕まってたまるか。こんな、このクソゴリラに。待って、クソ速い、ほんとに。冗談抜きで速い、冗談抜きで速いゴリラ。こい、いけた今の。今の多分いけた。待って、ここ行こう。ここすぐ行って、ここ多分いけない。グッとこらえて、ここで行って、ここもすぐ行ける、ここもすぐ行ける。オッケー、今のうまかった。今の手出たよ、連続的に出る系。初見殺しじゃん、そんなん。20本目いきます。ちょ、これクリアして今日は終わりにしたい。この20本目をクリアして。いや、めっちゃ来るゴリラ。もうちょっと待って、本当にやめて。やばい、減速した、減速した。疲れて減速した、疲れて減速してる。なんで疲れてんの。疲れて減速してる、減速してるけど無理やり上がれ。よしよし、いける。よしよし、いける。よーし、疲れながらもゴリラが握って20本目クリア。30秒3382。次へ。はい、ってことで、死ぬほど切れながら、40本目までの、40本目の大根まで行きました。50じゃなかったです。40本目がこの黒い大根。今日はこの黒い大根を、登り切って終わりにしたいと思うので、ここまで見てくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。ということで、40本目の大根登っていきたいと思います。スタート。くーろ、怖っ。いきます。何があるんだろう。明らかに違うんだよね。まあ、ゴリラが速い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 。行くぜ、スタート。すぐ行くわ。ここで待っちゃうと結構難しいんで、ギリ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 の戦いになる。ギリギリの戦い。よし、オッケー。次こっち。よしよし、ここで離れたのでかい。ここ行ける。よし。逆さ？
逆さは聞いてない。もはや下ってますけど、登ってなくて重力反転しちゃってますけど、いける、いけるよ、いける、よーし、2回目にして40歩目、登頂でございます。ということで、このゲーム、面白かったらね、ちょっと、まあ、たまーに、どっかで挟みながらね、完全クリア目指していくんでね、ぜひともよろしくお願いします。本日最後までご視聴ありがとうございました。またね、明日のゲーム実況の方でお会いしましょう。ブワー。